ウェイリーグについて、はい、今後発展するためにはどうしたらいいと思いますか。まあでもそれもさ、やっぱりなでしこの結果って大きいよね。大きいですね。注目されるところはやっぱそういうなでしこの結果っていうのはやっぱ非常に大事になってくるなって思うし、なんかね、なでしこが結果出るとさ、その観客数も増えるじゃん、うん、でもやっぱり B リーグだけの単体だとなかなかね、うん、こうテレビのメディアもそうだし、あんまりこうやってるのもどこでとかって結構聞かれたりすることも多いし、一人一人ね、選手はもう自分が与えられたことをやるっていうだけだと思うけど、うん、やっぱり勝ち続けることだったり、そういうね、オリンピック、ワールドカップ、今なんて特に男子がね、サッカーワールドカップで、うん、盛り上がってたから、まあ来、まあ、2023年か、うんうん、まあ、女子のワールドカップもあるから、やっぱり、うん、その今回男子の見て、本当になんか、自分も戦ってる感じで、うん、久しぶりにさ、なんかアドレナリンが出たのがすごい。うん、だからそういうふうになんかこう、日本国民全体がこう盛り上がる、なんか一つになった感じもあったから、うん、まあ、それをやっぱなんかなでしこでもやっぱりね、できると、うん、多分 B リーグももっともっとね、うん、注目されるし、うん、いいんじゃないかなっていうのを感じるかな、うん、あの男子がワールドカップで見せてくれた、うん、あのなんかね、チームっていうか、うん、あ、すごいいいチームなんだろうなっていうのはやっぱりね、うん、画面越しからも伝わってきたし、そうだね、森保監督をなんかもう一個上にね、連れてってあげたかったって選手たちも言ってたし、やっぱチームの雰囲気がいいのがもう画面通して伝わるじゃない、本当、うん、それで言うのってやっぱいいチームなんだろうなっていう、ね、うん、感じるよね。2011年の時も私は見てる側だったんで、うん、その雰囲気同じでした。本当、次いきます。はい、じゃあちょっとここからもっとフランクに、はい、今真剣な話してもらったんで、うん、バロンドール授賞式でのメッシ選手となんか秘話とか会話とかあったらお願いします。メッシ選手って英語喋れない。え、そうですか。スペイン語だから。そうなんだ。なんか結構あっちの方の方って喋れないですよ、ね、あんまり得意じゃない。そうなんですね。じゃあオラだけオラって言って、 で何回かほらバランドールの授賞式一回選ばれると呼ばれるのよ、次の年から。ああ、そう、一人自分ともう一人、誰でもいいんだけど、はい、ビジネスクラスでこうバーって全部、しかもすごいのが、はい、空港に着いてみんなと同じところじゃないの、なんか降りた途端になんか BM の一番いい7シリーズ車が待っててそこに乗ってくの。すごい。でもう荷物とか全部やってくれて、はい、でさらにその荷物やってる間に誰もいないラウンジみたいなところでシャワーもついてて、はい、なんか食べ物飲むとかっていうところがあって、はい、そこに連れてかれて全部荷物がまとめたら行きますみたいな感じだけど、パスポートも全然このもうなんかああいうの通らなくて、そうやってくれて、空港からそうそうホテルまで。じゃあホテルはもうすごい。だからそこにホテルのところに選手とかが泊まってるから、すっごいもうなんかレッドカーペットみたいなところ、そのところのやっぱなんかすごいやっぱファンとかすごく多いし、でもその一瞬メッシと受賞した時から何回かほら仕事も一緒にちょっとインタビューがあったりとか、なんかやってるか覚えててくれて、そうで、あ、そう覚えてますあった時になんか向こうからなんかこうやってくれたりとか、あったかな。すげえ、すごいさ、ちょっと待って、こんな話聞けんの、いらっしゃるだけ、いらっしゃるだけだけだよ、こんな聞いたことないよ地上で。そう、笑えんのがその受賞した時にめちゃくちゃ風邪ひいててすんげえそっちの方がしんどくてだからもう本当になんか選ばれた時もなんだろう、風邪っぽいなんかしんどいなっていうのと、なんかちょっと夢の世界みたいな感じで、なんかちょっとぼーってしてて、そう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 、で全然関係ないんだけど、その受賞した1月9日がうちの子供の誕生日。すごい。全然関係ないんだよ。いやすごい。なんかその、まあ、偶然なんだけど、そうなんだと思って、え、Q が入ってて嬉しい。まあ、イエーイ。あ、そうだね。他のなんか調査権ね、そう。めちゃめちゃ秘話。すごいね。すごいよ。だから本当に同じホテルとかだからいいよね。中で写真も撮れるとか。だから気兼ねなくて感じですよね。で、その時じゃあクリロワとかも。あれね、あったのはね、はい、シャビと。イニエスタもいた。イニエスタも。でもクリロナと写真撮ってませんでした？その時は、あ、それで、そうだそうだ、そのパーティーに行く時に、3人さ、私、その時は私、うん、ワンバック、うん、マルタだったんだけど、はい、その授賞式、3人に入った人は、なんかね、違うね、地下みたいな部屋のところにね、連れてかれて、なんか家族とかだけが来れる、なんか、
なんかパーティールームじゃないけどそういうところに連れ、うん、ラウンジか、うん、みたいに連れてかれてなんか飲んだりとかもできるし、だからその時になんかメッシの奥さん、まあ、今の奥さんの奥さんがいたりとか、いろんなこう家族がいて、そこだともう本当になんか一般の人が入れないから写真とかも撮れるし、そう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 、でなんか受賞その3人じゃなくてもその次の年とか行くじゃない、その時もなんかもう、まあ、いろんな関係者がいるけど、そういうなんか事前のほら、うんうん、そうパーティーみたいなのがあって、そこでなんか写真撮ってくださいみたいなのができるかな。そんなとこ行ったらもう一人一人に写真を撮りたい、もう本当にそんなもう本当多分そういう人はもうそういうところに行けない行けない確かにでもなるよ本当に、やっぱりテレビで見てるやっぱね、サッカーとか、いや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 撮ってください、ね、あるはもう撮ってもらったよって、すごい。でも外人の人ってめっちゃフランクじゃないですか、写真撮ってくださいって言ったらはいみたいな感じで、そうしてる、あのあれわかる、どこだっけ、オランダだっけ、セードルフだっけ、はい、セードルフわかりません、一応メールアドレス知ってる、そう一応そこ交換して、そう、はい、S チャンネルでいいんですか？ダメですか？ダメです。S チャンネルで公開しちゃっていいんですか？これ S チャンネルダメですね。これ S チャンネルレベルの話じゃないです。これはあの年末特番のスポーツ番組で流すやつ。そうそう。でもさ、みんなほらブッチとかさっきだってほらアーセナルだったりさ、そうすごい選手でした。いやいやいや、ちょっとね、バロンドールは桁が違います。もう本当。さっきもブッチはほんまにすごいんですけど。本当すごいと思う。めちゃくちゃすごいですけど、ほんまにバロンドールってティカも。うん。半端ないです。バロンドールの凄さをちょっと説明したの3分ぐらい1回動画で見せて。半端ない。一人で絶対撮れないもん、いやみんながいないと撮れないでしょう、いやたまたまだよたま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 、たまたまあの時に点最後点取ったからソフィーになMVP も違います、なんか MVP ってあれ確か決勝戦の前半かなんかまで投票終わらせんじゃなかったの、そんなことある、そんなことある、そんなことある、そんな感じじゃなかった、そんなことある、確かでも最後でみんな分からへんやん、そうでもそこでだからあれなのかな、準決勝のところあのなんだっけ、元準優勝、そうそう、だから準優勝のチームからもああやって選ばれることは当然あるんですよ、そうなの、そう、知らなかった、そういうことなのかな、そう、じゃあ例えばあそこでですよ、澤さんが選ばれてなかったら、うん、それでその投票方法をみんなが知らなかったら、うん、いやどう考えても澤だろうみたいな感じになるじゃないですか、うんうん、みんな澤さんに投票するし、すそしてそれに運を言わせ、でそれこそあれでアメリカが勝ってて、じゃあ例えば、うん、アビー・ワンバック決めて勝ってたとかだったら、いやアビーじゃないみたいになるかもしれないじゃないですか、うん、でもそんなことはさせないのが澤さん、うんあれなんかさ待って、あのそういえばそう思っ、あのそのワールドカップとかさ、うん、そういうのあるじゃない、あのバロンドールのやつも来るのよ、うん、アンケートが、あー多分チームのそうそうキャプテンかなんかが監督と3人と選手3人かな決めるやつがあって、これすごい、これ全然探せない超面白い話があって、めっちゃおもろくないだろ、やばい、だってその投票でバロンドールの受賞者が決まるじゃないですか、多分決まるし、多分まあ FIFA とか多分そういうのも多分あと記者とかも投票者かもしれないね、そうですよね、いやもうそれでサーさんが選ばれたんで、でも当たり前、でも当たり前っていうのと同時にマジ当たり前じゃないからなっていうのをマジで全員に言いたい、このバロンドール取れるアジア人マジ当たり前じゃないからなって言いたい、サンさんだけじゃん、そうだよ、男女だよ、
本当に男女で同じ空間にいるのやばくない？やばいやばいやばいすごいね、気持ちはヨーロッパにいたもん、ずっと、うん、もうすごい日は聞かせてもらいました、ありがとうございますじゃあ結構あの締めくくりに行きます、うんうん、サーさんにとってサッカーとは？あもうでも今はちょっとほらもうサッカーから離れて今ねこう生活があるけど、でも現役だった時は全てだったよね、うん、もうそのサッカー一つにずっとかけて、もうね6歳からずっと31年間か、うん、ずっとサッカーだけにかけて、やっぱり正直なんかこう犠牲にするものもたくさんあったけど、うん、でも本当にサッカーがなかったら今の自分はいないから、もう全てかなサッカーって。そんなサーさんがもう引退してからは、え、全然サッカーしたくないしたくない年末も誘われたんだけど、いや、今したくない全然、全然したくないって言ってちょっともしたくないですか？ちょっともしたくないだってさ、この前ね、なんか一緒にディズニーにね、協力してくれて一緒にやったの、はい、ディズニーとね、協会のやつ、はい、まあさ、あの調子こいてさ、おじさん、あのお父さんだったから相手が、はい、あ、絶対来る来ると思って、またって言いながら、うん、あのまた通して抜いてやろうと思って、はい、普通に取られて失点したのうちは小学生チームに入ってたの、うん、でさらにボールの上に乗ってこれとかオッケーとか言ってドリブル入ろうとしたらボールの上に乗って転んじゃってあ、いやだもう相変わらずで小学生にガチ謝りもうみんなごめんとか言ってだから私一生懸命大丈夫って言ってあげてどうまいって言ってあげたいよねやりたいと思わないよねやらないよね最高なんとか見せれるからさ、え、見せれないです、見せてたじゃん、明日みんなわーとか言ってさ、あ、まあ、ちょっと上にボール上げてヘディング3回ぐらいしたらもうそれだけでキャッてなるからそれで抜いてくじゃん、そう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 、小学生だとさできるじゃん、そういうのもそうそう、見上げてくれて、いやもうサーさんのそのスイッチがすごいと思う、確かにオフのこの、うん、うん、ほんとピッチに立った時のもうこのスイッチで、まあまあボール乗った時もピッチ立ってる、はい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 、はい、あと一つ気になったことあります、サーさんが試合前に必ずこうやってやるじゃないですか、うん、あのうん、あれめっちゃ気になった、あれもう、はい、そう、あの時自分あれね、すごいね、自分のことだけじゃなくて、はい、みんなが怪我しないことも願ってた、自分自身もそうだし、みんなが怪我しないことをえ、なんですか、すごい、そうそうそう、ねえねえ、私の自慢していい？うん、いいよ、9番だったじゃん、うん、6回、その隣だった見てたやろ、それでチームでもそうだしね、それで見てた、代表とかもそうだよね、サーさんがさ、こうやってさ、試合前にこうやってさ、みんなにもなんかそうやってるの、もちろんそのチームの勝利のことも考えるけど、でもとにかく怪我、もう怪我、うん、自分だけじゃなくて、ありがとうございます、おかげで怪我せずに、いや、もうみんなやってくれました、ね、いつもね、澤さんと愛が繋いだったらもうエネルギーやばい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 それやばい最高パワースポットに行くやばい、うるさいんだよ、ね、そうそう、これシノさんシノさんおるからもうそうそう、うるさいんだよ、あ、ナホさんもすごいからあ、すごいすごいすごい、私はもう本当、ただのチンチクリ、いや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 、すごい、いや、すごい、その澤さんが37歳で引退されたじゃないですか、その37歳に今なったみっちょんからサーさんへ一言お願いします、すごーい、でもすごいよね、それでまださアメリカのトップリーグでできるってめっちゃすごいです、私もだって37の時もやれる気がしなかったの、いやいやいや、もう心と体もバラバラだったよ、いやいやいや、一致してトップレベルでできないと思っても引退しようと思ったの、いやサーさんあんなにキレッキレで引退する人いるんだ、中田秀さん以来いるんだなって思いましたよほんま、しかも最後のあの最後の引退試合で点決めて、パスめっちゃ喜んでくれた、めっちゃ喜びましたね、もう、いや、超嬉しかったです、あんなことあります、いや、ほんま、すごい、うん、だって次の年オリンピックあったのもだって、そう、そうですよね、そうだけどそれでも無理って思ったから、できるのがもう本当に今までのキャリアを物語ってるなとは思います、うん、その本当にやりきってきたんだなっていうのは、だからもう選手たちに言いたいのはもう本当に現役は1回しかないからやりきって引退した方がいいと思う、うん、多分それやりきって引退しないと、ああやっとけばやりたいなってなるんじゃない、うん、もう本当にやりきったらやりたくないから本当に誘われたってもうやらない、絶対やらないだから野選手はもうやれるとこまでいっぱいやってほしいなって思う、うんうん、やります、うん、やったほうがいい、やります、やって
だからみんなの活躍見る方が嬉しいもん。だから今へえうん活躍しないとね。うんしてるから大丈夫。活躍しない。いや、まあ24歳なんですけど、うん、なんか五沢さんが例えば32歳の頃にワールドカップ優勝したじゃないですか、うん、でまあ一応そこをこう通過したりとかするけど、うん、当たり前なんですけど全然慣れない、うん、あれ沢さんってこんなんじゃなかったっけ。やっぱ本当すごかった。でもさ30超えてからさ、うん、サッカー楽しくなんだった。それはめちゃめちゃ思います。それはめっちゃ思います。あの10代20代とはまた違う楽しさだよね。全然違う。全然見える景色が全然違います。違う、うん、やっぱそうだよね、うん、やっぱ経験積んでやっぱり今まで見えなかった視野だったり景色が見えるじゃない、うん、あこんなところにパス出せる、あこんなところってなるか、やっぱりなんかサッカーをよりまた知れるしっていうのあって楽しいよね。めっちゃ楽しいです、うん、まだまだ自分成長できるんだって。できるできる、伸びしろあるよ、はい、全然伸びしろある、はい、いいね、向上心あってすごい。向上心の方がいいです。いやそれはすごい、やっぱ現役選手でそれはないと思う、やれないと思う、うんうん、そうですよね、うん、本当。でもなんかもう本当へったくそだからまだまだやってるなって感じです、うん、なんかまだまだ、ね、まだまだできる、もっと伸びれないと、でも選手として一生満足できないと思うよ、うん、絶対それは思います。満足できない、もっともっと上手くなりたいと思うけど満足できない、うん、そうですね、うん、まあ、満足したら終わりですね。終わり、うんうん、だからもう私は満足じゃなくてもう納得だった、うん、あかっこいい、すごい、すげえ、納得してね、うん、自分でね、うん、もうこれでよし、すごい、はあ、私も納得できる時が来るまでやった方がいい、本当に、はい、うん、やり続けます。やってください。してる、ありがとうございました。言葉聞けてめちゃめちゃ最高、もうスペシャルです。ねえねえ、あとさ、はい、1個だけさ、私澤さんに多分言ったことなくて、何伝えたいことがどうしよう、そうそう、ここで、うん、あの、はい、よし、エースチャンネルで言おうと。すごい、何だろう。私昔、はい、あの代表合宿に行った時に、うん、まあ、その時まだもう本当若手でやってたんですけど、今でも覚えてるんですけど、言っちゃった、言ってません。言いますか、何も誰ですよ、言いません。なんか普通にクロス練習の時なんですよ、うん、で、マクロス上がってみんな普通にシュート打ってるんですけど、澤、うん、さん全部決めるんですよ。え、もう上がってきて OK 決める。え、キーパーみずほじゃなかった。いや、そうだったから、キーパーみずほだったかもしんない。だからかな。でもみずほも結構上手いんだよ。キーパーめっちゃ上手い、ね、そう、で、うん、まあやっぱ自分まだそのもう若手なんで、うん、もうとにかくまだもう何でも盗んでやろうと思ってもう見てるじゃないですか、うん、で何が違うんだろうなと思って、まあ、別にその時にその答えが出たわけじゃないんですけど、うん、でも本当に本当脚色一切なしですよ、澤、うん、さん全部決めたんですよ、うん、あ、そっか、こういう人が日本代表であの活躍する人なんだなっていう衝撃をもう本当今でも覚えてて、それをもういつか澤さんにお伝えしたいなと思ってて、それは今まで言ってなかった、言ってなかった、でも今でも本当に覚えてる。だって衝撃だったんだもん。だって全部だよ。だってさ、クロスっていくらフリーでやってても、うん、来るボールの質とか、うん、もちろんキーパーだっているし、うん、角度とかだってあるし、うん、ね、ふかしちゃうことだってあるし、うん、あるね、あれ簡単に見えるけど簡単じゃないってことをみんなに言いたい。うん、そう、本当に全部決めてて、あ、そっか、澤さんは全部決める人なんだなって、めっちゃ覚えてます。だから今。ね、バロンドール取りたいと思ってる子は全部決めなきゃ無理だよっていうことは言いたい。でもさ、結構さ、あれじゃない、あの、もう入れれそうなっていうやつ結構外してるじゃない。確かに、まあ、たまにね、応募化することとかもありますけど、ね、うん、いやでももうその時のはもう本当にもう全部、本当全部だったから、もう本当衝撃的で、うん、めちゃくちゃ覚えてます。あー、よかった、伝えられて、ありがとう、なんか嬉しいわ、スペシャル、スペシャルな、ありがとうございました。Fチャンネルに、はい、ということで次は二重の質問に移っていきたいと思います。ああそう、じゃあいきます、早速1問目、うん、最近ハマってるものは、ハマってるもの、はい、今、うん、お勉強にハマってるかもしれないです。うん、そう、ちなみにテイストチェンジってやってもらっていいですか。スペシャルのサイン版は、はい、